はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル、4本目の動画になるんですけれども、先ほどですね、僕のところにこうある情報が届きました。で、その情報というのがどういうものかというと、立花孝志、代表がですね、本日、参議院会館の方で無料無責任相談会という、会をですね、開いていたんですよ。で、そこにですね、NHK から国民を守る党を離脱した平塚正幸さん、左右フラットマウンドさんが、侵入しようと、したところなんですけれども、 NHK から国民を守る党の、今浜田議員のかな、公設秘書を務めている田中健さんに、馬乗りになって、取り押さえられるということが、ありました。で、この件に、関してですね、水ニャンどう思ってるのという方もいらっしゃいますので、僕の中でですね、いろいろ話をしていきたいなというふうに思っております。で、まず NHK から国民を守る党の浜田さんの公設秘書の田中健さんのことについてなんですけれども、ちょっと前からちょっとね、やばそうだなっていう雰囲気みたいなのはすごく薄々と感じていたところはあるんですよね。それはですね、もちろん平塚さんとのこうやり取りもそうなんですけれども、その他の方のこう動画とかを見てても、あ、これ結構なんか人癖あるような人だなっていうふうに思ってました。で、そしたらですね、元フリーウェイクラブというところの、会員か、幹部かだったみたいで、で、何やら、前科もある方みたいなんですよね。それでも、江戸川区議会議員を、5期やられてたということで、議員経験とか政治経験は非常に豊富なんだなというふうに思ってます。で、どういういきさつでこう NHK から国民を守る党に入ったのかっていうのは、僕のところだと不明なんですけれども、ただですね、今回のことに関しては非常に僕はやりすぎだなというふうに思いました。で、平塚正幸さん自身が、NHK から国民を守る党の、今回の立花さんのですね、無料無責任相談会に、参加をすること、これが、党の中で、是とされているのか、それとも非とされているのか、これに関してはわからないけれども、もし仮にこう問題があって、で、参加してほしくないようなことであれば、これ、馬乗りになってこう取り押さえるんではなくて、で、これもっとこう適切なこう対処の仕方ってあったと思うんですよ。こう例えばですね、こう事前に、書面でこう通達をしたりとか、事前にその本人に、立花さんが伝えたりとか、そういう方法があったと思う。で、今回、その田中健さんが、なぜ、ああいう行動を取ったのかっていうのは、こう田中さんのこう心境はよくわからないけれども、もちろんですね、 NHK から国民を守る党というのは公党なわけですよ。公党であるならば、ぜひともですね、きちんと、手続き、プロセスを踏んでやるべきでなかったんではないかなというふうに、僕の中では、思っております。で、もちろんですね、今回平塚さんがやった行動に関して、これに関しても、賛否両論あるみたいですけれども、中にはなんか当たり屋だの、言ってる人とかいると思うんですよ。ただやっぱりですね、公党の責任ってなんだかんだ重たいと思うんですよ。公党というよりは、これ立花さんに責任があるというよりは、田中健さんに責任がある問題で、公党のそれこそ、公設秘書である方で、特別、公務員の方ですよ、がそんなことをやっていいのかという話だったりとかするんですよね。冷静に、話し合いをしたりとかで、やる、できなかったのかということだったりとかするわけですよ。もちろんですね、田中健さんと、平塚さんの間にはぎくしゃくした関係であったりとか、それこそ対立した関係であったりとか、これまでもですね、いろんな経緯があって、今に至るものだと思うんですよ。なので、その田中健さんがどういう心境で、平塚さんに対して、ああいうことをやったのかっていうのはね、それぞれこうね、いろんな意見があるとは思いますけれども、あれやっぱりこう公党として、ありえない、行動だというふうに、僕は、認識しております。で、やっぱりこう参議院会館の中でああいう揉め事を起こしてしまったということだし、で、あとやっぱりこう、NHK から国民を守る党に対するこうイメージダウンだよね、もっぱら。そういう線っていうのが非常にこう強いかなというふうに思っていて、で、やっぱ有権者がああいう姿を見て、じゃあどう判断するかっていう部分だったりとかするんですよ。で、もちろんですね、平塚さんという人はこうただのこう一ね、活動家、社会活動家なわけですよ。社会活動家である人間に対して、ああいう強硬な手段を取るのはどうなのかと、党としてっていうふうに思うわけです。はい。
なので、まあ、僕自身、まあ、今回ね、まあ、別にこう平塚さんの肩をこう全面的にこう持つわけではないですけど、ただやっぱりこう田中さんがやったことはありえないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、今回ですね、まあ、平塚さんと、平塚さん自身が、まあ、被害届を出すかどうかは現状、僕の耳には、何も入ってきていないので、分かりませんけれども、まあ、被害届をこう、ね、警察がこう受理した場合は、まあ、田中健さんはまあ被疑者と、なるわけですよ。でそうするとこうもしかしたらこうマスコミが、取り上げるかもしれない、話だったりとかするんですよね。でそこでこうマスコミが、取り上げたりとかすることによって、まあ、NHK から国民を守る党のイメージダウンというのは出てくるというような話だったりとかするわけで、これに関しては本当に NHK から国民を守る党というのは、対処慣れてないのって話で、もちろんだからなんかまあね、ああやって、まあ、参議院会館で、オープンな形でああいうね、会合というか集会みたいなのをこう開いたりとかすれば、まあ異分子の人がこう乱入するのなんて十分想定済みの話だと思うんですよ。でそうなった時のこう対処ってどうなってるのっていう話で、であなたたちだって散々 NHK の集金人のね不退去の問題であったりとか NHK の集金人のね、撃退の問題とかやっているわけで、そういう時のこう対処っていうのが何も、生かされてないんではないでしょうかっていうことなんだよ。でぶっちゃけね、まあ、NHK から国民を守る党っていう、まあ、その組織だけれども、なんだかんだなんかその暴力にこう訴えかけるところって結構 まだあるんだなっていう、てか暴力に訴えかけてるよねっていう話で、昔こう立花さんもさ、まあ、その集金人私人逮捕するときにさ、まあ、ヘッドロックかけたりとかさ、まあ、柏市議会議員選挙でね、まあね、N 国党に対してこう嘘つきっていう言ったおじさんがいるけど、そのおじさんをこう私人逮捕をするときだって、ね、そうじゃないですか。まあ、おじさんをこう集団でこう囲んでこう、ね、逃げられないようにして、でそのおじさんのこう、ね 両脇を掴んでね、で逃げられないようにするっていうやり方を取ってたりとかするから、 NHK から国民を守る党ってそういう部分あるよねって俺は内心思ってしまった。で話が通じないというか話し合いができないのかなっていうふうに思うんですよ。で普通であればこう手順っていうのはきちんと事前に、まあ、その平塚さんに来てほしくないのであれば、平塚さん今回あなたは出禁ですよと、で今回参加しないでくださいっていう通達を出すと、でそれでもこう来たんであれば平塚さん今回ねうちの方から書面を送らせていただいて、であなたは参加できないことになっているんですけどなぜ来たんでしょうかということで、警備員を呼ぶと、で警備員を呼んでしっかりと、ね、対処するっていうのが、まあ、僕は筋だとで思うんですよね。でその上で例えばその営業妨害、まず営業ではないけれども、会をその妨害されたりとかした場合であれば、まあ、不法行為としてしっかりと、法の下こう対処をするというのが、まあ、その順序だと思うんですよ。いくらその平塚さんが、まあそのね不当な手段で会に参加をしようとしたとしても、まあ、その高等のこう公設秘書であるこう人間が平塚さんに対してこう馬乗りになって平塚さんのこう行動を制止するっていうのは果たしてこう手段として妥当なのかっていう話だったりとか、まあ、するんですよね。だからこそ、まあ、今回のことに関してじゃあその田中さんの行為とで平塚さんの行為じゃあ天秤かけたらじゃあどっちが悪いのっていうふうに考えたら、僕はやっぱりこう田中さんがやってることの方が重たいんじゃないかなというふうに、見たりとか、まあ、しております。はい。でまあ今回ね、まあ、その田中さんと平塚さんのね、まあ、争いというか戦いが、まあ、どのようにこう着地するのかっていうのはこれはね、まあ、誰にもわからない話だと思うし、で僕自身もまあ見当つかないし、まあ、想像つかないところではあるんですけれども、まあ軟着陸をできればいいんじゃないかなというふうには、まあ、なんだかんだ考えてます。で、まあ、平塚さんもこう何やらこう政治団体の方をですね立ち上げて、で今後まあ政治活動の方をやっていくみたいですけれども、やっぱ政治活動をやっていくんであればやっぱああいうことをやってしまえばこう所詮色物でしか見られなかったりとかするので、まあご自身がやられるこう政治活動にはかなりのこう打撃になると思うんで、もうちょっとそこのところはね、まあそのあらゆるその危険というものをこう回避するようなこう能力っていうのも非常にこう政治家には求められたりとかするので、まあその危険を回避するこう能力っていうのを身につけられたらいかがでしょうかっていうふうに僕は思ってます。はい。
で、まあ、田中健さんに関しての、まあ、はやっぱりこう政治の世界にこう長く、ね、いられた方なので、まあ、政治のねそれこそあの甘いところもね辛いところとかもねそれこそやばいところとかねもうあの全部もう知り尽くしてはいると思うんですよ。まあ、そうい う, こう大人に対してこう平塚さんがこう突っかかっていってじゃあ政治の世界でこう戦えるかって言ったらまあまあ難しいんだろうなっていうふうに思ったりとか、まあ、してるんで、はい。まあ、なのでですね、まあ、その全てが全てなんか穏便に住めばいいんじゃねえのとかね思ったりとかしてるんだけれども、まあ、平塚さんはああやってまあその、ねまあ、田中さんに対してこう特攻していくことで、まあ、N 国党やべえよっていうものを周知させたいのであれば、まあ、それこそ、ね、政治活動というのを半ば諦めた方がいいんじゃねえかなっていうふうに思ったりとか地味に僕はしております。まあでもどちらにせよですね、やっぱり田中健さんと平塚さんどっちが悪いのって言われたら、まあ僕は今回田中健さんの方が悪いんじゃないかなというふうな考えでございますので、まあもしですね、皆さんご意見とかがありましたら、こうコメント欄の方にこう寄せていただければというふうに思っております。もしこの動画がですね、いいと思う方、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。以上、みずにゃんでした。本日の動画ご視聴いただきましてありがとうございました。